はい、高橋丈太郎です。はい、また山佐醤油のですね、記事が、出てきて、昨日も撮ったんですけど、この山佐醤油でちょっとページ作りますね。で、これを画像っていうか、写真っていうか、これもちょっとコピーっていうか、あれしてですね、作りますね。また今後もですね、出てくると思うのでですね、山佐醤油で働いてる方ですね、どのようにお考えなのかちょっとわからないですけれどもね、働いてる方はですね、結局はですね、もういつも言ってるんですが、自分で考えて、こういう情報っていうのはいくらでも出てるんですね。味の素とかね、味の素で働いてる方もね、もう味の素も相当昔からいろいろ出てるんですよ。で、それを、情報を知ってんのか知らないのか分かる、まあ、み、あの都合の悪いものは見ないのか分かりませんけれどもね、そういうことですね。それを、知ってても知らなくてもね、知らないっていうことはね、最悪ですよね。で、知ってて、自分で考えて、自分で行動を決めてるわけですね、すべてにおいてですね。結局は自分が決めてるわけですね。自分ですね。もう別に、たまたま山佐醤油っていうのが出てきただけでね、全てにおいてそうですね。自分で考えて自分で行動してるわけですね、人間はね。だからそれが、どういうことなのかってね、本当に自分がしたいことなのかどうかっていうことになってくると思うんですけどね。自分に嘘をついてないかっていう。で、私はもう自分にね、嘘つく時もありますけどもね。基本的にはもう嘘つけないので、おかしいって思ったらおかしいって言うのでですね。そんな感じで、もうね、3年半以上ずっとこういうのやってきてですね。もう毎度毎度言ってますけど、動画が2万本以上消えてですね、800本以上消えて、いっぱい消えたんですね。全チャンネル消えて、最近は FC2 動画が大量に消えてですね。で、今ね、ランブルっていうのができたんでね、ランブルはいいですね。非常にいいですね、ランブルね。でも絶対消えないですね。ほぼもう消えることないですよ。アクセスもないですけどね。でも、そのランブルのタイトルをですね、ブログに全部書いてるので、載ってればいいわけですね。載ってればいいわけですね。どうもすみません。では、山佐醤油ですね。あと、味の素も、2回目ですね。また、味の素のもね、また出てきたら、ページを作ろうと思いますけどね。どうもすいません。他にもね、いっぱいありますね。いっぱいありすぎても、覚えられきれないですけどね。ツイッターで検索していただくとね、いっぱい出てきますからね。参政党とか創価学会とかね。参政党とか創価学会とかなんでしょうかね。日本財団とか中国共産党とかね。いろいろですね。いろいろですね。あとはね、今流行りの、宗教とかね、いろいろね。どうもすいません。失礼します。